テレマティクス、テレマティクスとは、移動体に移動体通信システムを利用して、サービスを提供することの総称。テレマティクスサービスとも呼ぶ。テレコミュニケーション、イコール電気通信と、インフォマティクス、イコール情報処理から作られた造語である。日本においては、自動車、輸送車両などへの情報提供サービスの意味で、用いられることもある。 運転手が欲する情報を CD r o m や DVD といった車載の記録媒体から取得するのではな、双方向通信によって情報提供者から車に情報を送信するとともに、車からも走行情報などを送信する。自動車向けであることを強調する場合は、自動車向けテレマティックス、カーテレマティックスと呼ぶこともある。自動車などにおいて安全、安心機能の実現と、 情報配信による利便性の向上を二大目的とする。前者に属するものとして、エアバッグ連動の自動緊急通報機能や、車両盗難時の追跡機能、後舎に属するものとして、交通情報配信、電子メール、天気予報などがある。現時点では、カーナビと連動して、天気予報、渋滞情報などを閲覧したり、電子メールをやり取りするなど、あくまでも、 個別の自動車上での機能しか持っていないが、将来的には高度道路交通システム、ITS の一端を担うものとして期待されている。トヨタ自動車は IT 事業の一環として1996年頃より業務改善活動としてディーラーと顧客との接点を構築するという観点から車に通信機を搭載することが検討され始めたが、当時は トヨタ社内でも車をインターネットに接続するコンセプトは理解されなかった。数年が経ち、スマートカーやインテリジェントカーというコンセプトがトヨタ社内にも広まるようになり、2000年にはガズーメディアサービス、現、トヨタコネクティットが設立され G ブックサービスがスタートする。ただし G ブックサービスはエアバッグが稼働したら救護隊への同通報を行う。 一定の走行距離を超えたら、ユーザーに点検を促すメールを送信するといった、顧客の安心と安全に向けて働くプル型サービスであり、車と情報センターの常時接続は行われていなかった。日本の商用テレマティクスの先駆的存在として、2004年にサービスが開始されたい鈴自動車の見守りくん、現、見守りがある。この商品は、 自社の車以外にも搭載でき、車、会社、荷主とネットワークで結びエンジンの情報、燃費等や荷物の到着予定時刻を3社で共有できる。優れた点は、改正省へネイルギー法により、義務付けられる CEO の排出量等の報告事項を簡単に作成し、荷主や運送事業者に提出できる。 車と情報センターの常時接続を実現した自動車は、コネクテッドカーと呼ばれている。テレマティクス保険は、自動車に設置したテレマティクスサービスの端末機から、走行距離、運転速度、急発進、急ブレーキといった運転情報の実績を取得し、実績に応じた保険料を算定する保険である。走行距離が短いと保険料が安くなり、長いと高くなる。 走行距離連動が対抗ルペイド、ペイド、ペイアズユアドライブと、運転速度が抑えられている、急発進、急ブレーキ、急ハンドルなど危険運転につながるような運転を、行っていないと保険料が安くなる、運転行動連動が対抗ルフィド、ファイド、ペイハウイアドライブの2種類がある。過去の事故歴、違反歴がないという実績で、 自動車保険料が下がる制度があるが、実績そのものがない若年層には、こういった自動車保険料の割引は適用されない。過去数年分の実績ではなく、今の実績、先月、先々月といった近い過去の実績として、事故を起こしづらい有料ドライバーであるならば、保険料が減額になるという、フィド型は公平性あると考える人が多く、テルマティクス保険の加入者が増えている。 2016年時点でアメリカでは約500万人、イギリスでは約50万人の利用者がいると言われる。1992年からアメリカでテレマティクス保険の研究、実証実験を行っている。プログレッシブ保険ではオータグラフという商品を開発し、1990年代後半から2000年前半にテキサス州実証実験を行い、走行距離や速度、 走行の時間帯といったデータ、走行距離と交通事故のリスクに相関関係があることを明らかにした。日本においてはペイド型の保険は2004年に、アイオイ損害保険、現アイオイ日生同話損害保険を販売したのが日本で初めての事例となり、フィド型の保険は2018年に、トヨタ自動車とアイオイ日生同話損害保険が共同で開発し、 提供したのが日本で初めての事例となる。小松製作所のコントラクスやゼネラルエレクトリックのエンジン状態監視システム i s m ムー e IN フライトエンジンコンディションモニタリングシステムが代表例として挙げられる。建設機器や Z エンジンの稼働情報を随時送信しデータを蓄積し分析することで稼働状態の監視や故障の予兆監視を行い、 故障が発生する前に保守を行う。消耗品、保守部品の管理計画、保守計画の最適化、故障する前に整備を行うことによって、故障を発生させることなく、稼働率を上げるといったメリットがある。長距離の航海においては、航行距離が多少伸びても波が穏やかな海域を進んだ方が燃費効率が良い。航海する時間、距離、天候による、 波の状況、船舶のエンジンの稼働情報などのデータを各船舶から送信し、他の船舶からの情報や気象観測衛星からの情報を照合し、最適な航路を選択することで燃料のコスト削減につなげられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。